さん、どうもこんにちは。アシアです。動画でマスク姿なんて初めてかな。今日は水を得た魚っていうことで、こちら立川にある昭和記念公園に来ちゃいました。やっと緊急事態宣言解除されて、まあ公園もねずっと閉まってたのがやっと開いて、やっと行けるっていうことになったので、はい、来ちゃいました。とりあえずちょっと気晴らしにね、自然に触れるっていうことで、でもずっとそれがすごく寝足りてなかったので、いろいろお花見したり自然に触れたりしたいと思います。でマスクしてるのよ、化粧崩れがやばいかも。てか多分公園の中で人が近くに今いないのでマスク外しても問題ないんだけど、まあ絶対なんかコメントで言われそうだけど、一応ね今も夏も暑くて熱中症にならないためにね、普通に外に誰も今一人周り誰もいないから、その時マスク外しては問題ないかとは思うんですけど。そして今日のご飯に買ったものはもちろんお焼き買ってきましたので、後ほど食べたいと思いますけど、早速ですね、早速アジサイが咲いてます。こちら、入って入り口からそれほど遠くない、左の方へと、アジサイ農家みたいな場所があるんですけど、アジサイがね結構いっぱいで、見に来ようと思いながらもまだあんまり咲いてないみたいです。一応この公園に来るのは実に半年ぶりですね。いや、なんかこんなに早くまたいろいろ行けるようになるとは思わなかったけど、まあとはいえ今はですね、東京都都民として都内なら外出は OK なんだけど、他県にまだ行けないので、まあ一生懸命東京にあるものを満喫あ、こっちいっぱい咲いてるよ。こっちにアジサイがたくさんありました。嬉しい、すごい密集してる。うわ、なんか虫がついてるけどはい、アジサイです。綺麗な青紫のアジサイですね。そして白いアジサイやピンク色のピンク紫っぽいアジサイもあるし、水色のアジサイもあります。赤い緑がいっぱいあってとても癒されます。なんかいろんな葉っぱだったりいろいろな緑の香りがしてて、なんかすごく嬉しい感じです。今少し歩いてね、ちょっと疲れたね。やっぱり最近そこまで昔みたいにたくさんは歩いてないから、足の筋肉衰えたかな。まあ、今ここで、木の日陰に座って鳥ちゃんを待っています。はい、今日は鳥ちゃんと会うっていう予定だったけど、あの子はまあちょっと遅れてきているのでもう間もなく着くみたいで、ここで待ってから次行きたいと思います。はい、来たみたいですね、鳥ちゃん。いや、マスクすると本当に日本人としか見えない。Ты знаешь, как здороваться? Айсацу хоу-хоу-а, коре. はい、鳥ちゃん来てくれました。はい、ソーシャルディスタンスね。はい、マスクはもうね、でも暑いからね、一応離れて一緒に、はい、散歩します。鳥ちゃんは最近ね、すごい久しぶりだけど、すごい久しぶり、何？半年？半年じゃなくない？そんないか、3ヶ月、4ヶ月ぐらい。どうお過ごしですか、最近？最近はもう何も変わらない、もう普通に仕事してる、在宅でずっと、ずっと旦那さんとべったり。そう、旦那も在宅でずっと仕事してて。喧嘩しない？
喧嘩しないな、あまり喧嘩する暇がないんだよね普通に仕事忙しいからね。ね、自粛で暇だなとか書いてる人が結構インスタグラムでいるんだけど、全然暇じゃないんだね。逆にすごい忙しい。仕事が増えた。仕事が増えてはないけど、なんか慣れてないからさ、在宅の仕事に。だから逆にすごい時間かかってて、で打ち合わせがなんか1日が5時間とか普通に打ち合わせがあってするから。やばー、それは。トイレに行く暇がないみたいな。です。じゃあご飯とか作ったりは？いや、もうご飯とかも作る暇あまりなくて、最近もうまあね、時間があるときに作るけど、ウーバーイーツばっかり。そう、週に3回ぐらいウーバーイーツを頼んでます。すごい。はい、今日本庭園に来まして、ここはですね、多分、動画で映したことないと思います。来たことあるんですけど、結構公園の一番奥にあるから、毎回来た時にここまでたどり着くかどうかはね、ちょっとたどり着かない時もあるので。でもね、すごくね、広くてね、大きな庭園で、茶室も、茶屋？茶室っていうか、あれも咲いてるらしい、花勝負イリス花勝負は人数は。トルちゃんはデザイナーとしてどうですか？聞かれても、そうですね、飛び石綺麗って言えるぐらいだね。飛び石、これ飛び石っていうの？おお。わあ、すごい、なんか階層がすごい。本当だ。チーナ。高い。シビエルツ。あ、マルキー、マルキー、マルキー。すごい、魚たちがいっぱい。魚たちがいっぱい。シラス？シラスじゃないですよ。シラスじゃない。美味しそう。すごいいいな、ここ。素敵。あちこちからすごくいい香りがします。ね、なんかいろんな花が咲いてったり、新緑が咲いてったりとかかな。すごい、すごい、ボートがあるね、こんなところに。ボート乗ってみたいね。はい、来ました。花勝負が咲いてる場所ですね。花勝負って名前面白くないですか？なんか勝負するの花がわからないけど、なんかね、とにかく綺麗なお花が咲いております。あの、お花は普段そんなに好きじゃない鳥ちゃんでも感動してくれる。好きだよ、お花。そうな、好きだよ、はい、わざわざ鳥に行かないで。イリス、イリス、イリス。ミニアナイツイリス、パタマシタゴホイリサワオ。うん、頑張れた。素敵な紫色で、真ん中が黄色だったり、濃い紫だったり、白だったり、いろいろな色のお花、綺麗ですね。こちらの日本庭園すごくね、綺麗ですね。ちょっとツツジもね、ピンク色あるけど、ちょっともうそろそろ終わりって感じですね。はい、みんなの春アッパですね。こちらすごく広くて、広々として最高に気分がいいんですけど、なんかポッピーがたくさん咲いてる畑もありました。ポッピー超鮮やか、え、綺麗。わー、アチュミス、ウヒモロスキーエズイクミスストリー、アチュミス。すごく鮮やかな色の、ね、ポッピーが咲いてて、とっても綺麗ですね。ポッピーっていうの？ポッピーっていうの？いよいよ英語からポッピーだよ。
カラスが。疲れた。以上です。Ты начала видео? Типа, я не знаю, круг или... Или вместе прыгнуть реально? Давай. Только ты подальше, тогда я поближе. Давай, раз, два, три. Я тебя не загородила здесь, может чуть-чуть еще? Да, окей, давай еще раз. Два. Раз, два, три. Надеюсь, там что-то получится. Хай, мы с игроку джиде, руку джиде, коэн гашимарун да кедо. Ну, я, има, не, кто га, ну, кто минна кайф, так да, сгоку хирок ты не, сбараши дес. Хай, ищу кемме хашагу кото га декита ноде.6時で公園が閉まってしまいました。まあこれからちょっと立川ら辺をちょっと歩いて、なんかちょっと食べたい。お腹すいた？お腹すいた。ちょっとおやきを買ったので、どっか食べれるとこあれば食べて、はい、ちょっと買い物もしたいところだけど、久しぶりに超歩いたからかなり足がお疲れのようでね。鳥ちゃんも足が